昼です。寝てろ。お仕事に行くので、お願いし。メイクするだけ配信です。こんにちは。起きたばっかりではないですね。何時に起きとったじゃろ。ガラスたち、メイクね、そんなに終わってないか。違う。そう、今日命のタベスです。ツイートしようと思ってたんだった。後でツイートします。いる。皆さんお疲れ様です。こんにちは。
ゆる巻き練習しよう。よいしょ。決めてないよ。こんにちは。あんまり喋らん。激ゆる配信かもしれん。すごいよね、まつげ塗るだけでこんなに目がパッチリ。チャコが活発。これ束感にするやつをさ買ったんですけど、めっちゃ難しい。バチバチすぎるか。早の時計が壊れちゃった。
明日のカラースが初参加、にゃー楽しみですね。これノーズシャドウ、ノーズシャドウ用の筆なんですよ。だからここにこの形状のままこうやってやったら OK。 あとここもうこうやってやったら、ノーズシャドウ用だから超簡単にできるんです。めっちゃおすすめ。これ奥志先生のブラシが好きで、そう今集めてるんですけど、今4本持ってる。皆さんぜひ奥志先生のお筆を私へのプレゼントを迷ったら、便利なアイテム、いやこれみんな一人一個持っとってもいいと思う。ノーズシャドウ用のおすすめです。韓国のメイクさん、そう奥飛先生、白玉ファンデーションブラシとか、OKHEE、 そうそうそう、神戸の会社でパック無料配布してた。あれさ、こっちの楽屋にもあって、すごーって言ってみんなめっちゃ持って帰ってた。私も7枚ぐらいいただきました。皆さんの方にもあることを知ってびっくりした。すごいね、あの会場。皆さんも持って帰りましたか？アイヤとウルフェス同じグループだからね、確か。そうなの？古畑奈央さんがさ、CM してたよね。CM されてた時に、もういただきました。HKT さんもされてたよね。アイシャドウほぼ塗らないの。そう、今日はなし、ほぼなしで行こうかなって思ってるんだ。こんにちは。まずフレスポ製風神当店に道行った。ナイブのポップ
お、いいじゃない。では噛みまいて、なんかもうちょっとさ、ふわふわした女の子になりたい。こんにちは。見た目が。そうなの。ティフだね。ね。楽しみや。野外だから皆さんも気をつけて。暑さに。垢抜けたって言われない？え、言われない。言ってくれ。メンバーで言うとどうなった？わからんな。そう言われると。ふわふわ、最近のみちはなんか小気味が好きそう。本当？いや、みんな可愛いんじゃけど、私の想像するふわふわは意外か。ちなみに2時には終わらんねんけん。今日はちょっと地域のやり方を変えて、じゃあ暑い時間帯に出かけ、お仕事なんです、これから。なんかさ、ふわふわの巻き方を習得したいんですけど、今から頑張ります。でも全然、全体が見えんけ。難しいな、ここでやるの。自分のメイクでステージ立つこと多いの？
そうですね。メイクは基本自分で。そう。ヘアはやっていただける。それの鏡。すごいですね。よく覚えてる。今日はね、明日の練習なんです。でもちょっと明日の洋服のフィッティングとかあったりするから、ちょっとテンション上げるために着た時にね、こう想像しやすくなるために身だしなみを整えて行ってるだけだから。そう、皆さんの元に届くような仕事じゃないんだけど、ユニゾンまだ好き？ずっと大好きですよ。めちゃめちゃ一途。一番いいの。ヒゲダンさんの話題はあんまり聞かなくなったね。ヒゲダンさんの話題そんなにしてたっけ？撮ったんかな、昔の私。でも一番は変わらずずっとユニゾンさんで、でもスミカさんも好きだし、サシドクさんも好き。仕事戻るね。いってらっしゃい。ザ女の子っぽいラインナップ。そうなんかな。確かに。でも誰からも。男の子っぽいラインナップだとなんなんじゃろ。サウシーさんがおるけんじゃない。今のアイロン、そうです。私も女の子
囲碁の紙に書き出してみたか。緑黄色社会さん好き。いいね。日はまた昇るから、俺は愛子。いや、愛子さん大好き。バンドじゃなかったらね。愛子さん、愛子さん、ユニゾンさんばっかり聞いてます。俺はスティーが好き。待ってたその言葉。私はスティーって。嬉しい。めっちゃ聞いとる。嬉しい。じゃあ僕もビンジョリ、ビンジョリ太郎、スティーの今まで見てきちゃって夢が好き。あら、ほんと。なんでなんで、どういうところか。青ひまわりが好き。イエーイ。持ち曲一曲の伝説バンド、ライブも始発止まりの。早く次の駅行きたいな。っていう影響多いね。このぐらいにしとこうかな。いや、左しかしてないよね。ちょっと見てこよう。いい感じ。僕も頑張って。今何してるんですか？休憩中？今日休み？癖がさ、気になる。浮きがちなんですよ。
仕事中か。そうかな。お昼休憩中のデスクなのでヒヤヒヤしつつ、イヤホンつけてますか皆さん。もしつけてないなら叫ぶけど、やり直す後で。はい、こんな感じでした。それでは、もうそろそろ終わります。うまいかな。綺麗に仕上がりました。本当ですか？ならよかった。誕生日読むね。13位、青青さん。12位、ルカさん。11位、マサジさん。10位、ギルスさん。9位、ディノッツさん。8位、YK さん。7位、MK さん。6位、スズナさん。5位、ジュノラゴさん。4位、タニタニさん。3位、エレメンツさん。2位、昔からおじいさん。そして1位は、ドゥルルンチちゃん、ナッカンさんでした。ありがとうございます。ありがとう。こちらこそ。皆さん午後も頑張っていきましょう。私も行ってきます。またねー。バイバーイ。